G20 各国の医師数ロシアの医療は、ロシア連邦憲法により規定され、全ロシア国籍者は1996年より、法定健康保険に基づいて、無料で医療を受ける権利を有する。しかしながら、ソビエト連邦の崩壊によって、社会、経済、生活様式が変化し、ロシア人の保険状態は悪化してきた。2008年のデータでは、 ロシアでは62.1万人の医師と130万人の看護師が就業しており、人口1万人あたり、医師数は43.8人であるが、農村部では12.1人に低下する。医師における総合診療医の割合は1.26%であった。ロシアの男女における平均寿命、男女差が大きい2009年のロシアの平均余命は、 男性が62.77歳、女性が74.67歳であった。ロシアの平均寿命は68.67歳であり、EU や米国の平均よりも10歳ほど下回っている。女性に比べ男性の平均余命が低い理由は、労働年齢における高い死亡率が最も関連するとされ、それらは予防可能な要因だとされる。 ロシア人男性の死亡率は1991年に比べて60%上昇しており、これはヨーロッパ平均の4倍にも及ぶ。そのため、平均余命の男女差が開いており、今日における人口の男女比は、女性1人当たりの男性は0.859人であった。ありがとうございます。